はい、どうもこんにちは。今日はですね、床屋に、ビートルで向かってます。で、僕の車は、1973年式の、スーパービートルって俗に言う、フロントがトーションバーじゃなくてストラットのタイプで、あんまり日本じゃね、なんか顔がブサイクで全然人気がないんですけど、こういう樹脂パーツとかが多いしなんですけど、僕はチューニングエンジンで乗りたかったんで、やっぱトーションバーより、ストラットのビートルの方がチューニングエンジン積んで走るには向いてるので、結構状態がいい車体と、エンジンを別々で見つけて、で乗せ替えてもらいました。でもまあエンジン以外はね、もうドノーマルなんで、まあ止まらないってことはないですけど、ブレーキぐらいはやっぱりやりたいなっていう感じで、まあ、買ったのは去年の年末ぐらいだったんですけど、初めて乗った車が75年式のやっぱりこのタイプ1のビッグテールってやつで、まあ、それは 1600cc だったんですけど、空冷エンジンやっぱりもう一回乗りたいなと思って、でもう一回乗るならやっぱ次はチューニングエンジンかなと思って、まあ、1600乗ってた当時はもうツインキャブすごい憧れてて、まあ、エンジンノーマルだとツインキャブにしても大して速くはなんないんですけど、まあ、今回ちょっとチューニングエンジンで乗りたいなと思って思い切って、エンジンをね探してたら、たまたますごくいいのが見つかって、このお店に委託でこの車がいて、でディーラー車で3オーナー目だったかな。でオリジナルペイントも変な改造一切してないっていう車体が委託でたまたまあって、まあ僕がそういうチューニングエンジンをストラットビートルに積みたいっていうことを伝えたら、そこのお店の人もすごく気に入ってくれて、それで外装ドノーマルでエンジンだけ、2007cc っていうエンジンを今積んで走ってるんですけど、と一回空冷のチューニングエンジン乗ってみた方がいいですね。めちゃくちゃ速いです、まああとビートルの場合は車体がものすごく軽いんで車検証上、890キロしかないです。同年代のポルシェよりも下手するとスタートダッシュなんか早いかもしれないですね。2007cc でこのエンジン150馬力ちょいぐらい出てるらしいんで、890キロで150馬力なんで、まあ早いですね本当に。いやマジで感動します。オリジナルで自分ところのシートバケットシート作ってるんで、そのうちこいつに搭載しようかなと思ってるんですけど、まあ本当にね速いんですよ。もう2速でベタ踏みすると本当に足回りがノーマルだってこと考えると恐怖を感じますね。まあ楽しいっす。とにかくサーフィンも行ったりするんですけど、だいたい海から上がってくると人がたかってるっていう、まあ、なんかビートルにねサーフボード積んでサーフィン行くなんていつの時代だよって感じなんですけど、あとベタベタすぎてね、なんかお約束すぎんだろって話なんですけど、でもすごく行きも帰りも楽しいしね、積み下ろしの時もなんかいい感じ、いい雰囲気でテンション上がりますよね。ちなみにこれから行く知り合いのお店は、三島ってとこにあります。まあ、福生からどれだろうな、15分20分ぐらいですかね。この椅子も実は僕がレストアした椅子で、まあなんか定期的に髪切りに行って自分の仕事の確かさを確かめるって、あー楽しい。本当にいい車なのかな。でも他にも乗りたい車はいっぱいある。
きたい人は2リッターとか積むと面白いと思います。いや、いろいろ僕も車乗ったんですけど、まあアメ車も乗ったし、まあアメ車は V8 じゃなくて直六の1953年式のシボレーのトラック乗ってたんですけど、アメ車も乗って、その後イタ車、もともとはイタリアのフィアットとかすごい好きで、フィアット600ってやつにアウトビアンキの A112 ヤバルトっていうすごい名機って言われるね、エンジンの最高スペックバージョンですよね。 1000cc で70馬力ぐらい出てるやつで、もともとフィアット600は25馬力ぐらいしかないんですけど、それにそのアバルトの 1000cc 70馬力積んで乗ったりもしてたし、国産のね、結構ツースト、古いハイゼット、ツーストのハイゼットとか、まあなんかいろいろ乗ってて、仕事の車とかも今はステップワゴンなんですけど、まあアストロとかも2台乗ったし、まあいろいろ乗ってみて、まああと仕事でお客さんの車も見たりするんですけど、最近気づいたんですけど、なんか僕は気質的にドイツ車すごい性に合うっていうか、意外だったんですけどね、自分でもドイツ車めちゃくちゃいいなって思って、やっぱりまあここ数年ポルシェのお客さんがすごい多くて、で実際車も見るしシートもバラしたりして見るんですけど、なんかものすごく作りが良くて、こうなんていうんですかね、工業製品としてはものすごく高いレベルでいいなって思いましたね。それで特にポルシェのシートなんかはよくできてて、本当にで形もかっこいいしね、中古相場とかだとすごい値段で売買されてたりもするけど、なんとなくそれの理由もわかるなっていう感じで、なんでなんか最近ここ数年は本当にドイツ車いいなと思ってて、 BM なんかも最終的にはね、やっぱポルシェいいですよね。ポルシェはいいな。ただでもこれ乗っちゃうとちょっとポルシェがかすむっていうか、知り合いのポルシェ乗ったこともあるんですけど、ものすごくよくできてて、こうチューニングカーとかチューニングバイク乗った人は分かると思うんですけど、あのこうなんかハラハラ感というか、まあその恐怖みたいなものはあんまり感じなくて、まあ恐怖感じるために車乗ってるわけじゃないんですけど、なんかこうドキドキ感はあんまなくて、まあ僕が乗ったポルシェ、クーレーポルシェが純正だったからかもしれないですけどね、3リッターオーバーのチューニングしてるやつはあるやつは本当にやばいと思うんですけど、僕が乗ったのは 2.2 リッターかな、 2.2 か 2.7 かのローバルで、正直これ乗った時みたいな、もうなんじゃこりゃみたいなのは全くなくて、あでもすっげえいい車だなっていうのと、まあ最高速は当然向こうの方が高速だし速いと思うんですけど、あただボディの剛性はめちゃくちゃありましたね。なんかそこら辺がビートルとはやっぱちょっと違うのかなっていう感じで、でもやっぱりリアエンジンリアドライブだから乗ってるこうなんて言うんだろう、感覚がすごい似てて、まあもともとビートルから生まれたのがポルシェなんで、まあ当然といえば当然なんですけど、だからね、なんかもしポルシェ行くならなんか、まあポルシェ的価値はそんななくてもいいから乗って楽しいね、 これのこうスリル的なものがあるクーレーポルシェはいいなと思って、まあなかなかもう買える値段じゃないんで、本当に、なんかタイミングが良かったりしないとね絶対買えないと思うんですけど、まあちょっとしばらくねこれ乗って遊びたいなとはています。はい、髪の毛終わりました、キリストパーマで、これからちょっと